いらっしゃいませ。キュアサウンズへようこそ。お客様は、当店は初めてでいらっしゃいますか？かしこまりました。それではまず、お受けになるコースを選んでいただけますでしょうか。一つは、10分程度のトライアルコース。二つ目は、当店の基本的なサービスを楽しめるベーシックサウンドコース。そして三つ目は、お客様の心身をしっかりと癒すことを目的としたスペシャルサウンドコースがございます。スペシャルサウンドコースですね。ありがとうございます。それでは、こちらのチェックシートにお名前と必要事項にご記入をお願いします。こちらのサービスについてですか？当店では、音による癒しをメインに提供させていただいておりまして、お客様がお好きな音のジャンルを選ぶことができるんです。また、より詳細に好みを知るために、音のジャンルから細分化したものもございます。例えば、自然ジャンルですと、水だとか、風、土といった具合にですね。はい。できれば詳細にお答えいただけるとこちらとしては助かりますので、ご自由にお選びくださいね。もしもし、京香です。聞こえていますか？驚かせてしまいましたね。サービス中はこのようにヘッドホンを通じてお話しする形になります。聞こえ方ですか？ええ、別室からですが、特殊なマイクを使っているんです。だから通常のマイクとは声や音の聞こえ方が違ってくると思いますよ。例えばこのように。もしもーし、聞こえていますか？今、私は、あなたの左側に横になって話しかけていますよ。今度は、目の前を横切って、はい、右側に到着です。お客様は、どっちのお耳が敏感なんでしょうね。いかがですか？このように、左右への動きを感じたり、音の変化を楽しむことができるサービスになっています。ぜひ、リラックスして、全身で感じてくださいね。それでは、早速、お客様へのチェックシートから選択した音を、お聞かせしていきます。これにしようかな。それでは、行きますね。
紙に鉛筆で書くときの筆記音です。シャープペンシルでの筆記音と違い、どこか懐かしさを感じるような音ですよね。といえば、この音もいかがですか？黒板にチョークで書く音です。学生時代はテストの時よりもこちらの方が眠気をいざなう音だったのではないでしょうか。先生の低い声と一定のリズムで響くチョークの筆記音、どれも授業中に眠ってしまう要因の一つでしたね。さて、続けてお客様に提供する癒しの音ですが、そうですね、先ほどのチェックシートでは自然カテゴリーにチェックがついていましたし、このような音はいかがでしょうか。違う音を楽しめることもありますよね。例えばこのような
音が出やすいものもあって、一歩踏み出すたびにはっきりと聞こえてきます。には馴染みがある音かもしれませんね。でも普段はここまで注意深く足音を聞くことは少ないはず。どうか周りの空気も感じながら音を楽しまれてください。そうですね、先ほど川のせせらぎを聞いてとてもリラックスされていたようですし、水の音をお聞かせしていきますね。
水の音といっても少々趣向を変えたものですが、うるさくないように振っていきますので、じっくりと音を楽しまれてくださいね。上下に振ったり、左右に振ったり、振り方で変化も出していきますね。顔全体にミストをかけて、シュッ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 、これくらいでいいかな。それではお顔を失礼します。顔にかかった化粧水を手のひらでまんべんなく伸ばして、乾燥しやすい部分には特になじませるようにして、優しく叩いて肌の奥に浸透するよう。次はシャンプーの生地プレイをしてみようかと思います。え？チェックシートで床屋の部分にマークがついていましたので、効果がありそうかなと。まずは髪の毛をお湯で洗っていきますね。
続けてシャンプーを手に取ってと。これを手でなじませてから髪の毛に。どうですか？気持ちいいです？たっぷりと泡立てながら頭をマッサージしていきますね。うんしょ。まずはシェービング用の泡を器に。少々大きい音が出るかもしれませんが、ご容赦くださいませ。これくらいでいいかな。泡をブラシになじませて。この泡をかき混ぜる音が結構心地いいんですよね。私、こういう音が大好きです。混ぜ。もうしばらく音を楽しまれてください。
鼻の下から顎にかけてまんべんなく。ひげは頬にも生えますから、こちらにもたっぷりつけていきますね。このくらいで OK です。それではカミソリを当てておひげを剃っていきますよ。傷つけないようにゆっくりとって、こちらは人によっては濃く生える場所でもありますし、ちゃんと剃っておかないとですね。生えにくくても、一本だけピロンって長い毛が生えることもあるんですから、そんな状態でお外に出るなんて恥ずかしいですよ。ほら、私が綺麗に剃ってあげますから。反対側の頬も同じように。水洗いでは落ちにくい皮脂や汚れをしっかり洗浄していきましょうね。髭剃りで少し傷ついたお肌に
潤いを与えていって優しく優しくお肌に浸透していくようになじませていきます。ちょっとしたひと手間ですけど、こうすることで肌触りも良くなりますし、おすすめですよ。